お疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、あの話の前にね、あの申し訳ないんですけど、今日ね収録一本しかできないんですよ。ちょっと時間の都合でね撮れないんですよ。申し訳ありません。あの明日はちゃんと極真連合会の S さんとまっちゃんの話をしたいと思います。申し訳ありません。今日ねなぜ時間がないかというとね、午前中にねまっちゃんの娘の旦那から自分のとこに電話があってね、ちょっと会ってくれませんかと、話がしたいんですと、まあそういう連絡があったんですよ。それで会いに行ったんですよ、まっちゃんの娘の旦那にね。それでまあいろいろ話したんですよ、そこで。それでまっちゃんの家についていってほしいと、話をしにね、あの殴られたり蹴られたりするかもわからんと、だから一緒に行ってくれませんかっていうまあ内容だったんですよ。それでまあ自分がまっちゃんに会いに行くよりも先に娘に会いに行けと、だから自分の嫁に会いに行けと、それと子供に会ったれと、子供入院してるからね、何を言うとんねんと、まっちゃんだからどうでもええやろと、お前はまっちゃんと結婚したんかと、先に自分の嫁と話をして今後どうするんか、別れるんか別れへんのんか、まずそっから話しやろうと、それからまっちゃんにこうなりましたこうしますとか、そういう話しようのと、嫁の気持ちとか何も聞く前からまっちゃんと俺何の話をするねんと、そんなずるいことするなと、決まってからこうなりましたこうしますでいいん違うんかと、先にまっちゃんの機嫌取りに行ってどうすんねんと、そんなことするなと、まあそんな感じに自分が怒ったんですよ。それでじゃあ病院行きますと、ついてきてくださいと、で病院までついていかなあかんのかと、まあどっちみち自分病院行くつもりだったんですけどね、そのまっちゃんの娘の子供、まっちゃんの孫のね様子を見に行くつもりだったんですけど、一人で行けないと、だからまあいいよと、俺も行くつもりだったからっていうことで一緒に病院行ったんですよ。そしたらね、まっちゃんもいてるし、まっちゃんの姉もいてるし、誰かね自分の女房、自分の子供、その辺みんないてたんですよ。まあうちの女房は、まあ、まっちゃんとこの娘から連絡があったんか、まっちゃんとこの娘が自分の娘に連絡してそっから連絡が来たのか分かんないんですけど、それでまっちゃんの娘と旦那と話させたわけなんですよ。二人でね話してこいと。まっちゃんはもう不機嫌なんですよ、正直ね。なんでお前ポンちゃんとおんねんみたいな、お前ポンちゃん巻き込んで夜戻そう戻んないみたいなね、もう感じなんですよ。それで自分らがねちょっと離れたところで巻いてたんですけど、話してる状況が見えるんですよ。そしたら旦那が、まあ、土下座して頭下げたんですよ、嫁にね、まっちゃんの娘に。まあ30分ぐらい土下座してからね、30分ぐらい喋ってましたよ、まっちゃんの娘と旦那がね。それで自分らのところに来て、より戻すかどうかとか、これから一緒にやっていくっていう答えはまだ出せないと、娘がねまだ結論出せないと、だから考えて結果出すと、まあそんな風に言ったんですよ。それで自分がそうしろと、今焦って別れるとかより戻すとかそんなこと決めやんでいいと、ゆっくり考えれと、子供のこともゆっくり考えれと、やっぱりお父さんがおれへんだったらどうなんかとかね、まあいろんなこと考えれと言ったわけなんですよ。でも別れんにやったら生活のことは心配するなと、まっちゃんと俺とでどうにでもなると、だから心配するなと、そういう言い方したんですよ。そしたらまっちゃんはお前なと、娘にね、お前なと、男が土下座しとんねんと、その部分は組んだるよと、土下座ってなかなか人にできるもん違うと、そこの部分はよう考えたらよと、まあそれだけ言ってましたね。別れろとかより戻せとかそういうことは一切言わずに、男が土下座するっていうことはどういうことか、それだけよう考えたらって、まあちょっと旦那寄りの話してましたね、珍しく。それでね
昨日のコメントでも結構賛否があるんですよ。それは娘の旦那が正しいとかね、娘の旦那がかわいそうやとか、それはまっちゃんが正しいとかね、まあいろんなね考え方があると思うんですよ。でもね、言ってないこととかね正直あるんですよ。 YouTube で娘の旦那ね、前の浮気事件があったんですよ。それ動画にあるんですけどね、その女とね会ってたんですよ。これ言ってなかったんですけどね、まあ会ってたんですよ。その体の関係があったかなかったかは分かんないです。でもね、会ってんのは間違いないんですよ。そのプライベートで会ってるかどうかは分かんないんですけど、その店にね、その前の浮気してた女の店に何回も飲みに行ってるんですよ。それがバレてるんですよ。もちろん抹茶の耳にもそれは入ってるんですよ。まあそういうこととかね、あと酔っ払ってね帰ってきて抹茶の娘に手をあげてるんですよ。そういうこととかね、積み重なったことがいっぱいあるんですよ。それでもういい加減もう別れてもいいん違うかと、まあそういう話がね何回も出てるらしいんですよ、抹茶のとこの家で。それで今回ね、子供が病院に運ばれてるのに携帯ね動画を見てニヤって笑ったと、まあそういうのが最後極めつけでまっちゃんがキレてるわけなんですよ。だからまあ理由はあるんですよ、まっちゃんが怒ってる理由はね。まあまっちゃんの肩を持つんじゃないんですけど、まっちゃんも行き過ぎてるとこはあるんですけどね実際。それでまあまっちゃんがね、まあその土下座したからその気持ちも汲んだれよと、まあいう言い方をした後にね、自分の娘が、まっちゃんの娘にね、まるまると、子供に、夫婦喧嘩を見せるような、夫婦なら、もう夫婦やめてしまいと。子供に喧嘩見せるほど、ダメな親はいてないと。だから、喧嘩が絶えなく続くと。それならもう夫婦生活する意味がないと。そこもよう考えやと。それで、子供のことを一番に考えれないお父さんなんか必要ないと。何よりも子供のことを一番に考える旦那なら私は頑張って夫婦生活続けと。そういう言い方すると。でも子供を大事にできへん親なんか誰も大事にできへんよと。そんなしょうもない男と一緒におる必要はないと。私はそう思うよと。何かね、自分の娘がものすごい熱弁しました。それで私のパパ、まあ、自分のことですね、それと〇〇のお父さん、まっちゃんのことね、どっちもどうしようもない父親やったと。刑務所行ったり来たりとか、毎日のように警察が家の前に張ってるとか、朝早くピンポンピンポンと警察来て私の部屋もぐっちゃぐちゃにされたこともあると。どうしようもない父親やったと思うと。でも子供のことを一番に考えてたと。いつも逮捕されたらごめんなごめんなと、いつもごめんって謝ってくれたと。でも熱出たとか怪我したとか何かなった時はいつも誰よりも先病院に駆けつけてくれたと。だから私はお父さんのことを嫌いやと思ったこと一回もないと。まあ自分のことをそういう風に言ってくれるわけなんですよ。そしたら抹茶の娘もうちのお父さんはもうむちゃくちゃやと、抹茶のことね。でも私はずっとお父さんが好きやと、まあそんなこと言ってました。まあそれ聞いて、まあ自分と抹茶は嬉しかったんですけど、抹茶の姉とうちの女房がそんなもんどんだけ今まで苦労してきたかと、嫁としてねどんだけ苦労したかと、そんな苦労子供にさせたくないと、自分らみたいな人間と結婚してね苦労すると、いくら子供を大事にしたとしてもこんな人間らクズや言うてね言われて、こんなこと言ったら調子乗るからあんたらそんなこといいなって言うてね、まっちゃんの姉とうちの女房が一生懸命言うてました。まあそれで結局ね、最終的にはまあ娘がどうするか判断するで話終わったんですけどね、そういうことをねバタ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 ね午前中から3時ぐらいまでちょっとバタバタしてたんですよ。それでちょっと予定がねずれ込んでしまって、まあ今車でそのちょっと予定先まで向かっているんですけどね、その2本目を取る時間がないんですよ。
そんなわけで申し訳ありませんが、今日の動画は一本になります。申し訳ありません。ということで今日はこの辺にしたいと思います。申し訳ありません。じゃあ。